リートル・ウィーメン、若草物語は、アメリカの作家ル・イーザ・メイオ・オルコットによる自伝的小説、1868年から1869年に出版された。19世紀後半のアメリカを舞台に、ピューリタンであるマーチ家の4人姉妹を描いた物語である。続編として、続若草物語、第3、若草物語、第4、若草物語があり。 姉妹の成人、結婚やその後の生活が描かれている。現代となっている、リトルウィミンとは、著者の父親が実際に、娘たちを故障するのに用いた言葉で、単なる幼い少女ではなく一人の、立派な女性であるという意味合いで用いられていた。第一作と続編においては、聖書や、天洞規定が姉妹たちの導きの書であり、これに関する記述が多々見られる。 一家の行うフィランソロピーもそれらの影響を受けているものと考えられる。第3、若草物語でのベア学園のモデルは著者の父親が開いた学校である。個性ある子供たちの生き生きとした生活や事故の欠点との戦い、また特に当時としては珍しいと言える障害児と健常児の統合教育も描かれるが、 現代の人間の視点からはやや差別的と取れる箇所も見受けられる。各国で映画、演劇に加え漫画、アニメとして愛されており、特に1933年1949年の MGM 映画はよく知られている。日本では吉田勝江の訳によって広く知られた。1906年に北田修保が小婦人と訳している。 若草物語南北戦争時代、父が黒人奴隷解放のため北軍の従軍牧師として出生し女ばかりとなりながらも、つつましく暮らす一家の約一年を描く。父の無事と帰還を祈り、優しく堅実な母親に見守られ、時に導かれ、マーチ家の四人姉妹、メグ、ジョー、ベス、エイミーは裕福ではなくとも、明るく中むつまじく暮らしている。 家庭に起こる楽しい出来事や悩み、事件、そして大きな試練が姉妹たちを少女からリトルウィメンへと成長させる。俗は格差物語長女、メグの結婚に始まり、ジョーの結婚に至るまでに、それぞれの姉妹が出会う出来事が群像的に描かれる。メグは小さな苦難を夫、ジョンと共に乗り越え、双子を設ける。元来の頑固な性格のため海外旅行に行き。 損ねたジョーは、その他の理由もあって、ニューヨークに、作家修行に出る。ベスは闘病中ながらも温かく、家族に尽くす生活を続け、宿女として成長したエイミーは、持ち前の社交上手と、たおやかな性格から、マーチオバに気に入られ海外旅行に同行する。ジョーは闘病中のベスを熱心に看病し、その最後を見取ることになる。その過程の中で、 ジョーはそれまで抱いてきた野心よりも家族のために尽くす誠実な努力こそが自らのためになるのだということをベスを通して知る。また、ベスの喪失を経たジョーは悲観に暮れるもののその人間性は深みを増し、それまでに書いた大衆小説よりも間に迫る商品を書き、それは各方面から評価されることになる。第3話格差物語ジョーがマーチオバから依存されたプラムフィールドで ベア教授と開いた、ベア学園での子供たちの生活により、重点を置いた内容になっている。よって、第2作に比べると、マーチ家については描かれず、エイミーや、姉妹の父母に関しては、セリフがほとんどなく、毛色の異なる作品となっている。この作品においては、主人公は、タイトル A、リートルメンからもわかるように、ナットやダンを中心とした、 プラムフィールドの少年少女たちが主人公である。第四、若草物語戦術のベア学園が、ロー・ローレンス氏の遺蔵によって大学へと変わっており、この時点で、上達姉妹の支えであった剣母が亡くなっている。第三、若草物語において、成長過程にあった子供たちはほぼ成人しており、それぞれの進路を歩む。この作品ではジョーは、もちろん、エイミー、ローリー、 メグたちも重要な役を演じ、セリフも多い。子供たちとしては、ジョーの次男であるヤンチャナ・テッドと、メグの次女である活発なジョーズイ、エイミーの娘のベスがその中心となり、また、第一作からの悲願であった、ジョーの大小説家になるという野望は、この作品で二人の大きな男の子たちの母となったジョーが叶えることになる。当時のアメリカで問題となっていた、 婦人参政権の問題などが作中で語られるのも特徴となっている。メグ4姉妹の長女。本名はマーガレット。母の名前を引き継いでいる。第1作では16歳。非常に美しく女らしいが、やや保守的な性格。金持ちの家庭の家庭教師となって、マーチ家の生計を助けている。まだ家庭が裕福だった頃のことを、姉妹の中では唯一覚えているため、 美しい衣服や装飾品や、社交界の話を見聞きするたび辛く思い、虚栄心に悩まされる。続編以降では、隣人であるローリーの家庭教師だったジョン・ブルックと、結婚、双子のレーズイデミ、また、上水を設ける。彼女は夫であるジョンを、第三作の終盤で失うが、メグが生活するにあたって困らない程度の資産を彼が、節制によって残していたことが判明する。 モデルは作者の姉、アンナ・ブロンソン・オルコット。上4姉妹の次女。本名はジョゼフィーン。背が高く、手足が長く痩せている。第1作では15歳。マーチ家の息子と自ら標榜している。容姿は、これといって優れてはいないが、唯一の女らしい部分は、美しく豊かな髪。長父が前線で病となり、 母が看護に出かけるための旅費を助けるためにその紙を売ってしまう。父のおばに当たる金持ちのマーチおば宅へ通い、お相手をすることで、マーチ家の成形を助けている。ボーイッシュな性格だが裁縫が上手で、趣味は読書。作家を目指して、自分でも、商品を書いている。短期でカットなりやすいことに、自分でも苦慮する。続編以降では、その短期な性格ゆえに損をするが、 結果的にはその損によって、ベスを看病することが可能となる。また、各夫人の下で、家庭教師をしながら、文筆修行をしていたニューヨーク時代に、フリッツベア教授に出会い、後に結婚、ロブとテッドの二人の男子を設ける。結婚後は、夫と共に、マーチ・オバから遺贈された、プラムフィールドで学園を開く。作者自身がモデル。ベス四姉妹の三女。本名はエリザベース。 黒髪に青い目の非常に打ち気しかし打ちに強さを秘めた少女。第一作では13歳。音楽が大好きでピアノをよく弾く。ピアノがきっかけとなってロー・ローレンス氏との間に年齢を超えた友情が芽生えた。おとなしく愛情を深く、子猫や小鳥や人形を可愛がって面倒を見ている。四姉妹の中では一番友好的で家族からも好かれている。 特に自分とは正反対の性格の譲渡は大の仲良し。エイミーからも大変な疲れている。内気な性格に加えて病弱なため、学校には通わず自宅で勉強し、家事を手伝っていた。他の姉妹のやり残した仕事も率先して片付け、かといって報酬を得ようとは思わない。物語の途中で昇降熱にかかり、一命を取り留めるもすっかり平和になる。 続編においては、体調が悪化する中で周囲のものをその性質によって、感化し、特にジョーに大きな影響を与える。モデルは、作者の妹の三女、エリザベス・スーェル・オリコットで、実際にも病弱であり、若草物語の執筆が始まった時にはすでに、他界していた。作者が姉妹の中で最も愛していたと言われている。エイミー四姉妹の四女、第一作では、 金髪の巻毛が自慢のおしゃまな十二歳。貴婦人らしく、振る舞うのが好きで、覚えたての難しい言葉を使いたがるが、大抵滑稽な言い間違いをする。美術の才能があり、写生をするのが好きである。生意気盛りで、ジョーとは、よくぶつかってしまう。ベスにも懐いており、ベスと最も仲が良いジョーと張り合っている。自分の鼻の低さを気にしている。第二作以降は、 幼さも影を潜めて大人びた淑女に成長し、ローリーに中元をするほどになる。美人ではないが品があり、たおやかで社交をみて、おしゃれ上手な様はややぶっきらぼうで社交のあまり得意で、内情と対照的に描かれる。後に隣人であったセオドア・ローレンスと結婚し、生まれたベスを、長よ花よと育てるが、娘の花が立派であることで非常に喜ぶことになる。モデルは、 作者の妹の4ョアバメイオルコットである。ミセス・マーチ4姉妹から尊敬され、慕われる剣母。姉妹には、聖書や、天ン歴レを礎とした、道徳、愛の実践を、自らが、事前活動を行うことによって、優しく教える。姉妹の父親に対し、母親は、現実的であったとされる。姉妹は何かトラブルに見舞われると、この母に教えをこい。 それは姉妹たちが成人してからも続く。マーチをば四姉妹たちの大場で、四姉妹の父ミスター・マーチは老いにあたる。未亡人で、自らの子供は赤ん坊の時に亡くしており、ミスター・マーチが破産した際に、娘たちの誰かを養子として引き取ろうと提案したが、これを拒否されたため一時は立腹していた。裕福ではあるが足が不自由なため、ジョーが身の回りの世話をする仕事をしている。 一見偏屈で、ジョーたちを並行させるが、内心では身内であるマーチ家の人々に愛情を抱いており、特にやんちゃなジョーを気に入っている。第一作の後半には、ベスの病気が感染することを防ぐため、隔離された幼いエイミーをしばらく預かることになり、このことでエイミーを気に入り、第二作ではエイミーをヨーロッパ旅行に連れて行くことになる。第二作の最後に亡くなり、 その際に、ジョーにプラムフィールドを依存する。ここがジョーと夫のベア教授が開いた学園となり、第三作以降の話の中心となる。ハンナ・マラット・マーチ家の女中、アイルランド系であり、マーチ家に親愛の情を抱いている。ハンナは、女中というよりはむしろマーチ家の家族の一員として、受け入れられている。セオドア・ローレンス・マーチ家の隣人で、 非常に裕福なローレンス家の一人息子。第一作では15歳で、ジョーと同い年。祖父と二人、使用人に囲まれて、立派な屋敷に住んでいるが、近所付き合いがなく孤独な毎日を送っていた。メグの友人サリーの屋敷で開かれた舞踏会で、手持ちぶさたにしていたジョーと出会う。その後はけっぴろげな、ジョーの態度に打ち解け、息統合して、以後マーチ家の人々と親しく交流する。 ドーラという愛称で呼ばれるのを嫌い、姉妹たちには自らオローリーと呼ばせる。また、セオドアの愛称でテディとも呼ばれる。両親は早くに亡くなっているが、母の音楽の才能を引き継いで自らもピアノを弾く。性格は快活で、茶目っ気があり、紳士的、誰からも好かれるが、やや無鉄砲でいたずら好きな面も、活発で性格の似た情を熱愛するが、 最終的にはエイミーをめとる。第三作以降も、ジョーたちの良き隣人であり、協力者になった。第三作の主人公であるナットは、彼の勧めで、ジョーが経営する学園へやってきた。ロー・ローレンス・セオドア・ローレンスの祖父。一見、気難しそうに思える老人だが、根は、非常に優しく親切で、マーチカでは特に、ベスを愛していた。ローリーの両親の結婚には反対で、 それと関係してローリーが音楽をやることを嫌う。ローリーに対しては幻覚でもあるが、一面では非常に甘い。何かとマーチ家の力になり、ベア学園には財産を依存する。ジョン・ブルック・ローリーの家庭教師として登場。マーチかよみ姉妹が、ローリーや彼の友人らとキャンプへ出かけた際にめぐと出会い、後に結婚する。第一作終盤には、ミスター・マーチが負傷した際。 ミセス・マーチの付き添いで、ミスター・マーチが収容された病院へ同行し、しっかりとその責任を果たした。第2作の最初にメグと結婚し、その後は、双子の兄弟デミと、デーズイ、次女のズ水を設ける。性格は優しく、至って真面目で賢悪化。第3作では、心臓発作で休止してしまうが、同時に彼がどれほど周りから愛され、 慕われていたかも改めて認識される。フリッツベア第2作より登場。ジョーが分泌修行のためにニューヨークへ行った際に出会い、後に結婚する。性格は穏やかで子供好き。ジョーと出会った時、すでに30代後半で、ジョーとは年が離れており、その時は家庭教師をして生計を立てていた。第三作以降は、妻のジョーと共にプラムフィールドを経営し、 そこで教師となる。ナット第3作で、プラムフィールドにやってきた12歳の少年。実質的に、第3作の主人公である。貧乏な父と共に、バイオリン弾きとして、各地を転々としていたが、父が死に、行きを失っていたところをローリーに拾われ、学園にやってきた。将来はバイオリニストになるのが夢。 性格は清和で誰にでも優しいが、稀に恐怖から嘘をつく悪い癖がある。学園時代からデイズイと仲が良く、しかし、帰国後にその恋は成就したようである。ダンナットが放浪をしていた際に出会った武法者の少年、ナット同様行き場がなく、ナットの紹介で、プラムフィールドにやってきた。当初は問題ばかり起こし、一度はページ氏のもとへ預けられるが、 その後すぐに脱走し、その後は再び学園に帰ってくる。学園に帰ってきた後は、迷惑をかけても愛情を注いでくれる、ベアフサイ、特にジョーに対する感謝の気持ちが、当初の彼の荒々しさを徐々に和らがせていく。ページ氏に預けられていた際にある老人と出会い、そこで、博物学に興味を持ち始め、それを聞いたローリーから、それらに関する本や子供たちが集めたものを展示する。 プラムフィールドの博物館を寄贈される。成人した第四作以降は、各地を転々とする旅人となる。著名な作品であり、何度も舞台化されている。木場座公演、編集ブロードウェイ公演、編集詳細は、EN、リートルウィメンを参照2005年1月23日から5月22日の間、ブロードウェイで上演。サットン・フォスター主演。スタッフ脚本。 アラニー作詞、ミンディ・リック・スタイン作曲、ジェイソン・ハウランド日本での公演、編集2015年、リトル・ウィメン若草物語のタイトルで2015年9月17日から9月27日の間、D 倉庫で上演。キャストは、ローズとリリーのダブルチームになっている。キャスト上、島田彩町夫人、保坂千津部屋教授、菊池正春、少子木てっぺん、 ローリー、大塚洋介めぐ、松原林子ベス、北川リエーミー、おこのぎまりブルック、一羽、洋介、形切り霊明マーチオバ、白木美希コローレンス、香取新一城ダンドイマ段リカマーチ夫人、木村花よべや教授、菊地正春、少子木てっぺん、ローリー、染谷幸太めぐ、リリカ、ベス、水野高いエーミー、梅原咲ブルック、一羽、 洋介、形切り黎明マーチオバ、白木美希コローレンス、カ取リシニーチスタッフ演出、翻訳、藤倉あずさ2019年、リトルウィメンは格差物語のタイトルで2019年9月3日から9月25日の間、シアタークリエで上演。キャスト上、朝香マナとメグ、綾乃香、ナミ、ベス、井上さゆりエーミー、下村美翔、ローリー、林翔多部屋教授、 宮原博信ジョンブルック、川久保拓司マーチおばさん、カーク夫人、久野綾則コローレンス、村井国夫お母様、公樹辰樹スタッフ演出、役士、小林香織翻訳、小山優奈中国語訳も同名。吉田勝恵によるわけでは、情と記される。リトルウィーメン、インターネットムービーデータベース、2018年12月27日、閲覧。リトルウィーメン、 2020年6月13日閲覧。ルーシーマンガンリトルウィメンレビュー、パーフェクトフォーザオンセットオブボクシングデイチョコトッパー。ザ・ガーディアン。2017年12月29日閲覧。朝日新聞1969年12月2日付長官。28面木場座全面広告。あの名作、若草物語がミュージカルに。 帝国劇場レベルの歌声を衝撃上でスパイス2015年9月16日配信。ありがとうございます。